小さい頃、8歳ぐらいの頃からラーゲルに夢中なんだよ。現地の言葉でラーゲルのようにタッパという言い方があると、そういう不敵の強さがたまりません。の副作用はとても辛いので、かどうか事前に分かるのは嬉しいわ。薬はどんどん新しいものが開発されているし、久しぶりに2人の薬が見つかるかもしれません。研究に期待しています。この予測技術が確立すれば、効果の上がらない治療に通じる時間の無駄を大幅に減らすことができます。今、脱患者の半数近くが薬を使った治療を受けているので、数百万人の助けになれるでしょう。患者を投与する前に効果が分かる、しかも短時間で分かるというのは自分のようなことです。本当ですね。これは抗がん剤だけじゃなくて、創薬のための臨床試験でも使われてたんですね。薬自体で、実際にこう体の中で作用するのかどうか、で体の中の目的の場所に届くかどうかといった時の目印として使われているんですね。それに使い方が多分ですね。しかもこれ人間測定とは全く異なる使い方ですよね。そうですね。トレーサーというんですけど、はい、いろんなものをこう追跡していくという機械ですね。どうして炭素14